あ、どうも、10日後ぐらいにはね、はい、単独ライブのギャラが入るっぽいんで、すごい楽しみにしております。岡野陽一です、お願いします。そっか、まだだったのね。ワクワクするぜ。そして、はい、そしてそうですね、そのギャラが入ったら、おごっていただきたいと思っております。9月のマンスリー MC を務めます MC の星野美玲です。よろしくお願いします。何が食べたいんだい？お肉、焼肉食ってるでしょ、普段から。え、焼肉、最近美味しいもの食べてなくて。あら、いつも何食ってんの？え、なんか最近それこそ稽古が多いから、うん、スーパーのご飯を買って。あら、お弁当とか。そう、お弁当買ってめっちゃ走って行ってるんで、お肉食べたいです。え、ヤグネ、それはだって俺が怒んの失礼だもん。ヤグネがいるのに。なんでよ。いるのに、だってなんか。いや、でもほら、一番年上じゃん。関係、初めて年のこと、7年間やってさ、初めて年のこと言ったじゃない。いや、でも正直今多分私より稼いでると思う。ないないない。あー、バカだね。なくはないでしょ。何を言って、だってその舞台の、うん、まあギャラ、はいはい、だって2日分でしょ。あー、単独ライブね。そう。ただね、だってすごかった、大盛況、そう、もうパンパンの、うん、しかもグッズも1枚3000以上の T シャツ売ってたりとか、うん、それはなんか6000円ぐらいの T シャツもあったかな。2パターンなんですか、うん、あれもね、多分ほとんど売れてたんじゃないかな。音が高いの。ありがとうございます。なんかすいません、本当にありがとうございます。そんな金欲しいキャラだ。そんなお金大好き。美味しいもの食べたい。美味しいもの食べたい、はい、でもね、ここ最近あんまり行けてないですもんね。まあね、確かに行きたいな、うん、ちょっと。そう、久しぶりに、じゃあ岡ちゃんのお金で行きましょうよ。ありがとうございます。やだよ、本当にやだ。なんでよ。じゃあ何、貯金いくら？それの額によっては出すよ。それ、じゃあいくら入るの？あ、こっちが言えばね。わかんないよ、だから本当にわかんない。もうすっごいお金かかってるっていうのを聞いたんで。なるほど。ちょっとわかんないですけど。まあでもそのね、単独舞台もそうですけど、うん、キングオブコント、もうすぐじゃないですか。そうだ、10月8日。いや、10月8日。10月8日8日、8日。8日 ?8 日、どうしたの、どうしたの。ちょっと、うちの息子の運動会と同じ日だ。どうでもいい。同じ。どうでもいいの。思ったら、ちょっと待って、同じ日だった。どっちでもいいわ。なんだ、かぶってんじゃん。かぶってねえよ、息子はもうちゃちゃって走る。走るだけだろ、なんか。もう緊張感は一緒だからね。え、初運動会ですか。初なの。え、いや、本当は4月からが幼稚園なんですけど、それまでプレっていう時間があるんですよ。プレ、なんかこう、ならし保育みたいな、ならし幼稚園みたいな。そう、それに通ってて今、で、なんか本当に初めての運動会なんですけど、数回しか行けてないから、はいはい、ダンスとかもあるらしいんですけど、なんかアンパンマンダンスをみんなで踊ろうみたいな。絶対可愛い。そう、でも、まだ何回かしか行ってないから、はいはい、多分覚えられてないの。あ、そういうことね。なるほど。だから私、ビデオ撮り行って家でスパルタしようかなと思ってた。なるほど、どういうのなのかを。そう、見て家で練習させて、ちょっと運動会で見たい。え、ちょっと足がだから速いか遅いかもそこで分かるってことでしょ。多分かけっこもありましたね。うわちょっとそこは。ただね、順位は今つけないっぽい。え、そうそう、もうゴールできておめでとうみたいな。いやー、そう、え、小学校も今そんな感じだし。嘘でしょ。それが普通なんですか。いや、なんかそれで、ほら、その最下位になった子かわいそうみたいな。そんな言うんだったら、だったら、うん、みんなテストも0点でいいじゃん。そのね、そんな言い出したらね、いろいろ矛盾はしてるんですけど、キングオブコントからするとすごいランキングつくじゃん。そう、明確にね。確かに明確にあるから、明確に。そこはね、だから、そう、だから幼稚園と、まあ、ちょっとね、キングオブコントの日。じゃあ皆さん、ね、ぜひ、いろいろそわそわ、昼はヤグネの息子の運動会見ていただいて、何をすることもない、一か八かで見ていただいて、どこか行って。そうね、夜はキングオブコント。いやー、もう超緊張。いやいや、どうですか、こう気持ち的に。楽しみ。いや、あ、でもね、楽しみ。それこそ、うん、これ言ってなかったですけど、はい、発表がありましたっていう、うんうんうん、あるんですよ。まず決勝行けました、やったってなって、はい、そこまで2ヶ月間ぐらいずっと事務所に吉住っていう、うん、相方と組んでるんですけど、はい、吉住とこもりきりだったんですよ。おうおう。でやっとその決勝決まって、今日だけは飲んでいいみたいになったんですよ、はいはいはい。でマネージャーさんと飲みに行って、お、大喧嘩。なんでなんで、それがね、やっぱしかもちょっと睡眠時間とかも足りてなかったのもあって、あ、ちょっとイライラ。僕酒癖全然悪くないんですけど、本当に覚えてないんですけど、僕が吉住になんか言っちゃったんですって。なんかそしたら吉住 もうその2ヶ月のその鬱憤もあるんで、
ブチ切れちゃって、で、あのとにかくあの2人いちゃまずいから1人帰ってって僕返されて、でそんぐらいもうガチもめして、やだ、まあ、結局後で吉住と仲直りしたんですけど、なんせ僕覚えてないんですけど、吉住が言うにはあなたは一つだけもう許せないことを言ったと、で私はもう許すけど、別に嫌いになったりしてないけど、その言葉をもう一度言った瞬間に殺すって言われて、何何を言ったの、分かんないから、えでもあの吉住さん教えてくれないの、教えてくれない、言いません、だからもうずっとその地雷を抱えたまま、そうだよ、だって言う可能性あるからね、今のは大丈夫でしたかみたいな、怖い、そうそうそう、もう全然仲直りはしてるんですけど、やっぱ本番前にお酒飲むのダメなんだね、そうね、やっぱだから終わってから終わってから楽しいお酒をね、そうそうそう、飲んでくださいよ、また、まあ、ちょっと頑張りますよ、いや楽しみだ、いや楽しみ、ね、頑張ってください、頼みますよ、本当に、いや応援しております、応援します、もう加賀谷からどう、はい、今加賀谷と、あ、やっぱ加賀谷さんはあれっきりだったの、あ、うん、あ、そうなの、もうちょっと、はい、今日は全然お会いしてなくて、うんうん、じゃあ今はもう岡野さん一派です、一派、聞いた、エビチューファンの方もお願いします、本当ね、よろしくお願いします、みんなで応援、岡野さんみんなで応援しますよ、嬉しい、嬉しいね、応援さんがたくさんついてきた、いやね、これはでかいですよそうですね、はい、ということでございまして、はい、いきますか、はい、ということで、はい、今後の放送のラインナップ、ね、こっちも頑張ってこっちも頑張って、はい、今後の、ね、放送ラインナップをここで紹介したいと思います、こちらでございます、うん、はい、ということでございまして、来ましたね、役に楽しみ、次回だ、次回はホラーザナイト最強スペシャル、これはですね、あのザナイト全部、うん、全曜日でやってまして、仕方ないこと、そうです仕方ないこと、で月曜日と土曜日はもう終わってるということで、水曜日土曜、水曜日と木曜日は月末にやる予定ということで、なるほど、我々は9月27日わ、なるほど、まだ内容は詳しくは決まってないですけど、はい、有名な怪談師、怪談師さん、大丈夫って言われてます大丈夫、辞退しようかな、キングオブコント ここまで来たのに、こんな噛むんだったら、こんな噛むんだったらダメだよこんなにここまで来てるのに、やめてよ、頑張ってよ、本当にちょっと怖い内容になっておりますので、はいはいはい、皆さんお楽しみ、はい、お願いします、まあ、筋トレアイドルがございまして、うんうん、タトゥーアイドルがね新しく、本当だ、うん、これはタトゥーが入ってるアイドルさんを招いて、こうなんで入れたのかとか、うわー、やんちゃそうだね、ちょっと気になりますよね、はい、うん、楽しみ、こういう回でございます、うん、はい。